同じ部屋で寝起きしている俺の顔が多少血に濡れたところで目をそらす理由になるものか。ラオ州の狩猟に平手打ちまでして逆らった女が何を怯える。そういえばこの女はあの開口から変わらず下手な虚勢を張り続けていた。血が嫌いなら大通りを歩け。なぜわざわざ女に声をかけたのか。あれは退屈しのぎの道具に過ぎ、今はそれなりに目をかけているが、あくまで今はだ。それも所詮は気まぐれに過ぎ。